様、はじめまして、ジャパミユメイコと申します。2日ものですが、同級の仲間に入れていただけると幸いです。チャオ、ゆりこタイガーです。皆さん戻りました。イエイ。今日はもう分かってたらのかな、私の大好きなキャラクター、ジャパミユメイコ竹ぐるいからです。もう漫画出てからすごく大ファンなんですよ。ジャンブルーミ自体はあんまり悔しくわからなかったんですけど、特にジャパミユメイコ好きだったから、漫画初めてを読んでアニメを見てすごく大ファンになりました。で、ギャンブルーのことももうちょっと興味になったかもしれないんですよね。今日はなんでジャパミユメイコのコスプレをしたの理由は、当たるためです。ということで、10億円を当たるのためにジャパミユメイコのコスプレして買いました。10億円当たったらどうしようかな、何が買えばいいんですか。でも欲しいものがありすぎて、まず自分のオタクルームをもう一回作りたい。でもちっちゃい部屋じゃなくて大きい家で、全部オタクとかフィギュアとか全部好きなものを入れたいと思います。あとはコスプレルームもそうですね。あとは日本に回ること、やっぱりあのアニメに出ているのところね、場所はね、まだ見てない場所は多すぎて回りたいんですよ。でもあんまりお金がないからね、あんまり行けないんだけど、10億円数えないぐらい。あとこの前あの車があるんですけどというの番組に出たんですけど、そちらね、板車があって、すっごい板車が欲しくなったんですよ。あー、絶対欲しいな、自分の板車絶対かっこいいな。あとそれと自分の、やっぱり勉強とか自分の音楽プロジェクトも続けたいし、もっともっともっとコスプレしたいと思います。多いですね。とにかくそれして、いろんな日本のポップカルチャーの、外国のイベントに行って、あ、自分の写真集とかリミタッドグッズも作りたいな。今作ってるんだけど、そんな多くない。作りたいですね。想像するだけで途切れてしまいます。じゃあ今からチャンネル登録にして